ハーラーパークから見る、リトルインディアの全景リトルインディアの店、ディーワーリーを祝うリトルインディア日曜日の賑やかな街。リトルインディアは、シンガポールのシンガポール側の東、ロコール運河の北側に位置し、セラングーンロードを中心にして、インド系のシンガポール人の居住地域である。19世紀から、イギリスの植民地だったシンガポールが、同じイギリス植民地だったインドから大量の、 インド人が労働力としてシンガポールに移民し、セラグーンロード付近に住み、現在のリトルインディアが形成された。リトルインディアはインドの雰囲気を出していて、ヒンドゥー教寺院やインド料理、レストラン、スパイスや雑貨、民族衣装などを販売するショップが並んでいる。MRT リトル、インディア駅で降り、駅付近のセラングーンロードからバッファローロードに入る。 2013年12月、南アジア出身者による暴動が、リトルインディアで発生し、27名の逮捕者が出た。シンガポールで発生した暴動としては、1969年の、カジンとマレー人間の人種暴動事件以来、44年ぶりとなった。AB、リトルインディアを歩いてみよう、シンガポールナビ、株式会社ナビドットコム。2018年1月4日閲覧。 世界の観光地名がわかる時点、リトルインディアから言葉ンク、シンガポールで40年ぶり暴動、南アジア出身者27人を逮捕。ロイター。2015年8月23日閲覧。ありがとうございます。